ラズベリーパイ5でチャット AI を動かします。チャット GPT やマイクロソフトコパイロットなどクラウドサービスだけではなく手元のデバイスだけで AI を動かすこともできるんです。しかも小さなラズベリーパイ5 4GB モデルでもオーラマというコマンドを使います。公式サイトを開いてダウンロードから Linux を選択、表示されたコマンドを実行します。オーラマで使う AI のモデルを選びます。パソコン環境に比べたら非力な CPU とメインメモリ、できるだけ小さなモデルを選びます。まずは Google の GEMMA2DB を使ってみます。コマンドオーラマラン GEMMA2DB を実行すると自動でダウンロードしてくれます。ちょっと会話してみましょう。こんにちは。意外とレスポンスが早いです。好きな食べ物は何？一刀切りというお寿司のネタをおすすめしてくれました。日本の企業魚 AI の開発するタイニースワローも試してみましょう。小さいながらも日本語環境向けにチューンされたモデルです。このモデルはオーラマのサーバーにはないのですが、ハギングフェイスの URL を指定すれば使えます。コマンドオーラマランハギングフェイス CO 魚 AI タイニースワロー 1.5B インストラクト GGUF レイテスト、これで同じように自動ダウンロードから実行までしてくれます。こんにちは。好きな食事は何ですか？こちらもいい感じですね。私はお寿司が好き。ラズベリーパイでは GPU 支援が効かず CPU のみで動いているんですが、結構早いですね。小さなバッテリー駆動できるローカルで完結する AI システムを組んでみるのも面白そうです。オーラマはもちろんパソコン環境でも動きます。グラフィックカードがあればさらに高速に動作します。ぜひ皆さんも手元で動く AI を体験してみてね。またねー。